今回は、FF タクティクスのイベントの今日プラスやっていきたいと思います。ね、メンバーはこんな感じで、ちょっとオールラインで言うとね、ディリータが専用もないし、って感じだけど、ギリギリご利用せるんじゃないかなっていう。ただ回復がね、まあ、グリアスに頼ります。フレンドさんはマジシャンさんの叫ぶじゃないわ。鉄壁を借りてます。なんで今叫ぶって言ったんだろう。イズルードの攻撃力を下げて、防御と、あと、雷属性。全部倒さないと、ダメ系かな。全部って言われるとちょっときついかもしれないね。複数やなんだよな。長いね。うわ、結構食らう。よし、叫ぶも入ったし、鉄壁、カウンター、カウンターか。ちょっと危ない危ない危ない。耐えて OK。 危ない。HP はそんなに多くないのかな。こんな感じするね。後ろは無視でいいよね。あ、ミスミス。魔法痛いな。なぜかカウンターがラムザに。アグリアスで引き付けをしたいんだけど、うわ最悪。あ、危ない危ない。でも回復がもう一人欲しかった。めっちゃ効くじゃん。ないと。で、引き付けを。そんなんしてくるの？プロテガとか入れた方がいいよね。とりあえずでも引き付けたから、物理は。グリアスに行くからいいけど、パーがね、プロテが入れよう。うわ、やばいな。
タイプ、まあ、そうだけどね、入れないよりは。危ない、後ろ悪いんじゃないかな。あ、出てきたわ。あんま倒しても意味ないな。うん、もうちょいもうちょい。変態やめて。叫ぶいらない。攻撃した方が。そっちじゃない。オッケーオッケー、よかったよかったよかった。まあタクティクスはね、ラムザの叫ぶがあるからどっかミッションはいけるかなと思ったけど、よかったよかった。オッケーオッケー。最近順調にね、クオプラスのミッションができてることに感動する。で、次が、なるほど、はい。じゃあ、まあクオプラスプラスはね、ミッションないからガチなメンバーでいこうかなと。はい、じゃあ、バイバイ。